Tic-tac, tic-tac. El juego va a comenzar, así que, por favor, prepárense y disfruten del espectáculo. Bienvenidos a Zero Time Dilemma, última entrega de la saga Zero Escape. Aunque cronológicamente sea la segunda, y en fin, dejando a un lado los tecnicismos y lo moralmente cuestionable que es toda esta trilogía en sí, además de tener una historia tremendamente enrevesada, frustrante y... Vale, sí, también hay que reconocer que dentro de tanta frustración encuentras algo maravilloso, pero en fin, eso lo dejaremos para otra ocasión. Y es que sí, aquí estamos, a punto de empezar Zero Time Dilemma. Y todo gracias, una vez más, a Trascen. Así que... ¿qué más puedo decir por mi parte, sabiendo que incluso un mísero caracol es capaz de mandar a tomar vientos a todo el mundo y a toda la humanidad? Sí, fuera coñas. Incluso el ser más insignificante de todos puede... poner patas arriba... a toda la misma existencia. Se nos acabó el tiempo. Hay que tomar una decisión. Y creo que la decisión está más que clara. Empecemos esta historia. Y a ver cuánto tardamos, bueno, en perder la cabeza. お前、誰かの隠し子とか。隠し子？ダイアナあたりの。冗談言ってる場合ですか。取れないのか、そのヘルメットみたいなやつ。気味が悪くて近寄りたくないんだよ。一体どっから潜り込んできやがったんだ。そんなことより、こっから出る方法を探そうぜ。無理だ。ここは監禁室だぞ。この鉄格子は外からしか。それじゃあ犯人に頼むしかないわね。犯人ならここにいるじゃないか。このガキが俺たちを。だったらこの腕輪もそいつが。僕は犯人じゃない。喋ったぞこいつ。運命とは理不尽なものだ。そうは思わんかね。つまりが世界を滅ぼすこともある。世界を滅ぼす。わけわかんねえこと言ってんじゃねえよ。誰なのよあなた。私の正体はいずれわかるだろう。なんでこんなことを。一つゲームに付き合ってもらいたくてね。ゲーム。君たちと私と人類の存亡をかけたゲームだ。ふざけるな。では早速だが始めよう。今、私の足元にはコインがある。片面が赤、もう片方の面が青に塗られたコインだ。どちらの面を向いているか
推測して当てたまえ。ただし答えられるのは一度きり。当たったら何かくれるのか。自由をやろう。君たち全員を解放すると約束する。外れたら君たちの負けだ。少なくとも6人の命が尽きるまでゲームを続ける。なんだと。青で行こう。赤よ。そう、赤だ。赤に決まってる。確率は1/2。どちらを選んでも同じだが。だったら多数決で。待ってください、みんなどうかしてますよ。茜の言う通りだ。こいつの言うことに従うつもりか。カルロス、君はどう思うかね。君はここにいる者たちのリーダーだ。君の決断をもって被験者全員の総意とみなそう。何言ってんだ。私はカルロスさんにお任せします。カルロス、赤よ。青だな。どうするんだカルロス。俺はダメです、カルロスさん。答えてはならん。さあ選ぶのだカルロス。君は一匹のカタツムリ。世界の命運は君の決断にかかっている。Toma una decisión. ¿Será rojo o será azul? Tic tac, tic tac. Una decisión que lo cambia todo. Ah, venga, voy a ser bueno. Aunque es más divertido ser malo ahora que caigo. Na 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 na. Mejor empezar con el azul. Aoda. Aka da tte itta no wa doko no dare dakke? カルロス、冴えてるじゃないか。予知能力でもあるんですか。ただのまぐれだよ。確率は1/2。当たっても不思議じゃない。おい待て待て、たまたま当たったからいいものの、もしも外れたらどうするつもりだったんだ。まあいいじゃないか、結果オーライってことで。ところで約束は守ってくれるんだろうな。安心したまえ。私はフェアな人間だ。必ず君たちを解放する。だがその前に君たちには眠ってもらわなければならない。眠る？次に目覚めた時、君たちはここで起きた出来事を全て忘れているだろう。忘れるってなんでだよ。さあなぜかな。俺たちなんで外にいるんだ。わからん。気がついたらそこの地面に横たわってて。あれ、どうしたの。私たち左の手首に何かはめられてませんでしたっけ。
確かにそんな気がしないでもないが。コイン。ん？いや、なんとなく脳裏をよぎったんだ。コインがくるくると回って落ちる光景が。そういえば。くそ、ダメだ、思い出せない。俺もだ。私もです。誰かに何か賭けみたいなことをさせられたような気もしますが。誰かって？賭けというのは。我々は全員記憶をなくしているのか。ねえ、っていうか一つ聞いてもいい？この子誰？Y así es como se acaba el juego de decisiones. Oh, por favor. ¡Bú! No me ha gustado nada esta línea temporal. Demasiado breve. Tan breve que no ha ocurrido absolutamente nada. Bueno, creo que se acabó lo de ser buenos. Ahora es cuando viene lo divertido. Seamos realmente malvados. Y pongamos a prueba a todos y cada uno...de nuestros participantes. Creo que lleva siendo hora de hacer un pequeño salto de línea. Eso es. Viendo lo decepcionante que ha sido esta línea temporal en el que, bueno, la suerte ha sonreído, veamos qué ocurriría si no fuera el caso. Este juego no ha hecho más que comenzar.Toma una decisión. Bueno. ¿Qué puedo decir? El rojo es un color precioso. Acaba.な、言っただろ、青だ。カルロス、てめえ外しやがったな。カルロスさん、一体どういうつもりだ。ちょっと待ってください。責めるべきなのはカルロスさんじゃないでしょ。ああ、このゲームを仕掛けてきたのは。で、どうするつもり。言ったはずだ。外れたらゲームを続けると。6人の命が尽きるまでか。少なくとも6人。犠牲者はそれより増えるかもしれん。だったらとっとと始めようぜ。その前に君たちには眠ってもらわなければならない。眠る？次に目覚めた時、君たちはここで起きた出来事を全て忘れているだろう。忘れるってどうして。今説明しても意味がない。間もなくその記憶は失われてしまうのだから。では良い夢を。一体どういうつもりだ。お前が俺たちをこんなところに。
違う、僕じゃない。だったらそのふざけた被り物は何なんだよ。エリック、もういいじゃない。子供相手に何ムキになってんのよ。見ろ。何でしょうこれ。やめとけダイアナ、無理に外そうとしない方がいい。どうしてですか。ファイは知ってるんだよ、多分見覚えがあるんだろう。バングル、1年前の事件ではそう呼ばれてただよな、アカネ。ジュンペイ君。おはよう、気分はどうかな。誰だこいつ。私はゼロ、2番目のゼロだ。2番目。まず最初に断っておく、この映像は録画だ。したがって君たちの問いに答えることはできない。さて一つ古い話をしよう。今から17年前、ある雨の朝、一人の女性が広い公園をジョギングしていた。いつもの三叉路に差し掛かったとき、普段なら右のルートを走るところが、その日に限ってなぜか彼女は左のコースを選んだ。そこで彼女は毎朝顔を合わせる老人に出会った。老人は不思議に思い、彼女に尋ねた。どうして今日はこっちの道を。すると彼女はこう答えた。カタツムリがいたから。それから数時間後、彼女は遺体となって発見された。殺されたのだ。左のコースのほど近く、公園内の茂みの中で。運命とはかくも理不尽なものだ。そうは思わんかね。何言ってんだこいつ。君たちも同じ、理不尽な運命の流れに乗ってここへと運ばれてきた。深さ50メートルの地下にある核シェルターにね。シェルターだと。シェルターは見ての通り3つの区画に分かれている。まずカルロス、アカネ、ジュンペイ、君たちがいるのは C 区画だ。今後君たちのことを C チームと呼ぶ。リーダーはカルロスに任せよう。次に Q、 ミラ、エリック、君たちがいるのは Q 区画だ。君たちは Q チーム。その名の通りリーダーは Q ということになる。おい、ちょっと待ってよ。冗談でしょ。最後にダイアナ、ファイ、シグマ、君たちがいるのは D 区画と呼ばれるエリアだ。リーダーはダイアナ、君に D チームのメンバーをまとめてもらう。君たちはそれぞれ自分がいる区画の範囲内であればどこへでも自由に移動できる。ただし制限時間がある。90分だ。90分間の活動を終えるとバングル内の注射器が作動し、麻酔薬および記憶消去薬が投与される仕組みになっている。記憶消去薬。これにより君たちは深い眠りにつくと同時に、それまでに起こった90分間の出来事を全て忘れることになる。そんな。バングルにはもう一つ機能がある。時計だ。両側についたボタンを同時に押すと現在時刻が表示される。12時10分。今日は12月31日、大晦日。あと半日で年が明ける。だが無事に2029年を迎えられるのは君たちの中でもごくわずかだろう。扉を見たまえ。X と記された扉だ。この扉、 X ドアの先はエレベーターホールになっている。そこでエレベーターに乗り込み、地上に登る以外に外へと出る手段はない。
扉の開き方は簡単だ。脇にある制御装置にパスワード X パスを入力すればいい。ただし必要な X パスは6つ。誰か一人が死亡するごとにそれを一つずつ発表していく。つまり君たちのうち6人が死ねば、生き残った者たちは6つのパスを手に入れ X ドアを解放できるというわけだ。ふざけた真似を。なお X ドアが開いている時間は30秒間だけなので注意してもらいたい。30秒経つと扉は自動的に閉鎖され、二度と開くことはない。ところで君たちのうち何人かは今の話を聞いてこう思ったはずだ。どうすれば6人を殺せるのかと。まさかそんな人。そこで一つチャンスをやろう。これから多数決によって処刑するチームを決める。なんだって。部屋の隅に1台の PC があるのが見えるだろう。そのモニターに君たちの敵となる2つのチーム名が表示されている。それらのうち殺したいほどチームを選べ。票は各チームにつき1票ずつ。投票は必ずリーダーが行うこと。締め切り時刻は13時30分。それまでに票を投じなかった場合、ペナルティとしてそのチーム自身に2票を加える。票を2票以上集めたチームが敗者だ。そのチームのメンバー全員を処刑する。では始めよう。運命のゲーム、ディシジョンゲームを。これは君たちと私と人類の存亡をかけたゲームだ。Bien, pues, hecha la explicación, empieza el juego. Ah, de verdad, no sé cómo es posible que más de uno participe una y otra y otra y otra vez en esta clase de juegos. Yumpi y Kami, Phi y Sigma, bla 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 bla. ¡Qué hermosa cronología! Bien, pues, veo. ¿A qué línea temporal vamos a ir en esta ocasión? Veamos, podríamos escoger esta, esta o esta otra. En esta vida y en cualquier otra, todo es una decisión. Hagas lo que hagas, siempre te sometes, de una forma u otra, a tener que escoger una u otra cosa. Bien, pues, ¿qué decir? ¿Por qué no ir con los que más experiencia tienen en esta clase de juegos? Ale, el equipo C. Vosotros primero. Yumpi. Aunque siendo sincero, yo siempre voy con Kami. Sí. Es complicado. Digamos que todo empieza y acaba en cero. ¡A saltar!
この部屋で最後か。はい、行けるところは全部。ゼロの言った通りだったな。 X ドアを開かない限り外へは出られそうもない。投票の締め切りまであと50分か。まさかするつもりですか、投票。しないわけにはいかないだろう。棄権したら俺たち C チームに2票入って自動的に処刑だ。でもなあ、これも実験の一環とは考えられないかな。 D コムでの心理実験だよ。ないな。どうして？あのマスクの男はゼロと名乗った。動機も目的もわからないが、奴は本気だ。本当にどこか一チームを皆殺しにするっていうのか。ああ。だけどどうやって？このバングル中に麻酔薬が仕込まれてるって言ってただろう。眠ってる間にズドン、もしくはザクグサ。やり方なんていろいろある。何か別のチームと連絡を取る手段があればいいんですけど。連絡なんか取ってどうすんだよ。お願いだから C チームには投票しないでって頼むつもりか？あ、いえ、そうじゃなくて、票をばらけさせればいいんじゃないかと。ばらけさせる？だってゼロは言ってたでしょ、票を2票以上集めたチームが敗者だって。なるほど。例えば C チームが D チームに、 D チームが Q チーム、 Q チームが C チームに投票すれば全チームの得票数は1票ずつになるから。引き分けでどのチームも処刑されずに済むの？問題はどうやってこのことを伝えるかだが。おい、ミラ、エリック、ダイアナ、ファイさん、シグマさん、聞こえませんか？ダメっぽいな。くそ。アカネ、携帯ケーセーバーを返して呼びかけてみたらどうだ？なんだよ、携帯ケーセーバーって。レッドザゲームエンド、ウェアアイトリートトゥ、どういう意味でしょう？私が二人をトリートする場所でゲームを終わらせろ。トリートをどう解釈するかは難しいところだ。トリックオアトリートのトリートなら褒美をあげるとかおごるとかご馳走するって意味になるが、トリートメントのトリートなら治療するとか手当てするって意味になりますね。どっちにしろ何のことやらさっぱりだな。おい、それよりこいつの方が気にならないか？箱？何か入っているんでしょうか？開けたら白い煙がもくもくっと。玉手箱か。知ってんのかよカルロス。浦島太郎だろ、日本の昔話の。確か時間を飛び越える話だったよな。フォースクイットボックスって書いてありますね。強制終了箱？キーボードもついてるな。パスワードか何かを入力するのかも。そいつを入力したら何かが終わる？何かってなんだよ。ゼロが仕掛けてきたゲームとか。待て待て、ゼロがそんなもん置いとくと思うか？っていうか箱である必要がないよな。やっぱりダメですね。適当に押したところでどうにかなるってもんじゃないだろう。で、どうするよ？どうするも何も。投票。
さっさと済ませちまった方がいいんじゃねえか。純平くん。大丈夫、まだ時間はある。頼むぜ、リーダーはあんたなんだからよ。それにしてもなんでこんなことに。二人とも何か心当たりは？Bueno, bueno, bueno. ¡Ay! Yumpi, Yumpi. Entre tú y Cami, la verdad es que... ¡Ah! Carlos, ¿qué pintas tú en este jaleo, de verdad? Bueno, en fin. Es que... Vaya. ¡Ah! Dichosas decisiones. Todo es una decisión. ¡Qué divertido! Y al mismo tiempo, ¡qué frustración! ¡Ah, venga! Empecemos por la pregunta jugosa. Kurashiki Akane. Tenmyoji Junpei. Futari wa nipponjin nan da yo na. Futari tomo chiisai koro wa nippon ni sundetan da ro. Shikamo shougakkou made onaji datta. Iwaeru...幼なじみってやつで。誰から聞いたんだよ。シグマからだ。地上の実験施設ビーコムでな。俺たちは全員あの施設で5日間も一緒に暮らしてきた。情報なんてすぐに伝わる。でどっちから参加しようって言い出したんだ。え、ビーコムの実験だよ。一緒に申し込んだんだ。いえ、違います。私と純平君は別々に。おい、それじゃあ何か。二人は偶然 D コムで顔を合わせたっていうのか。偶然じゃない、必然だ。カルロス、お前はなんで実験に言わなかったか。どうしてもまとまった金が必要なんだ。実験に参加したら報酬として50万ドルがもらえる。はあ、意外だな。正義のヒーローは金になんて興味がないと思ってたが。正義のヒーロー？お前消防士なんだろ。しかもかなり優秀な。これまでに幾多の危険を乗り越え、たくさんの人の命を救ってきた立派なヒーローじゃねえか。俺はただ勘が鋭いだけだよ。どんな現場だろうと直感でわかるんだ。死神が待ち構えてる道とそうじゃない道が。おお、pues decir eso y nada es lo mismo, majete. Vale. Estas dos preguntas son un poco ya evidentes.Pero ya que aquí todo el mundo no es un experto en el juego de decisiones, hagamos las preguntas inútiles. ¿Quién es Zero? Zero は一体何者なんだ。正確に言うと、2番目のゼロだけどな。だとすると、1番目がいるってことになるな。ああ、いるよ。知ってるのか？まあな。さっき言っただろ。これとよく似た腕はバングルをはめられたことがあるって。1年前のことだ。俺と茜はある場所に閉じ込められてな。その時の犯人がゼロって名前だったんだよ。でも今回のこととは何も関係がないと思います。関係ないわけないだろ。とにかく信じてください。だとさ。Es una larga historia. Una larga y enrevesada historia. Tal vez para otro día. O para otro tiempo. En fin, volvamos. ¿Qué pretende Zero? Zero の目的は何だ？ゲームをさせることだろう。
ディシジョンゲームってやつを。人類の存亡をかけたゲームか。やっぱりそうなんだ。アカネ、何か知ってるのか。多分このゲームに負けたら死ぬことになるんだと思います。60億の人類が。それじゃあまさかディコムでシグマが言ってたこと。このままでは60億の人類が死ぬことになる。ええ、本当なんです、シグマさんの話。レブリーシンドロームって聞いたことありませんか。原因不明の特殊な疾患。脳にも神経系統にも異常はないのに、あらゆる刺激に対して反応を示さなくなってしまう不思議な病気。今その症状を持った患者が世界の各地で次々と現れてるみたいなんです。なあ、ちょっと待ってくれ。その病気とさっきの話、なんか関係があるのか。純平くんならわかるんじゃないですか。え？危機ですよ。今人類には未曾有の危機が訪れようとしています。そのことを察知して患者たちは。レブリーシンドローム知ってんのかよ、カルロス。ああ、まあな。何の音だ。あちら。ガブ、一体どこから。どうやらこの通気口から出てきたらしい。もしかして地上に繋がってるのか。あ、いえ、それはないと思います。繋がってたら核シェルターの意味をなさないですし。ってことは別の区画から。暗くて何も見えないが、確かこの向こうは旧区画だったよな。アカネ、お前なら入れるんじゃないか。無理ですよ、ケーキばっかり食ってるからだ。あ、そうだ、純平くんの腕を切断しましょう。そうすれば入れるんじゃないですか。おい、ミラ、エリック。返事はなしか。ガブ、お前もディーコムからさらわれてきたのか。なんでガブまで。離れ離れにするのはかわいそうだったから。バカな、ゼロがそんなお人よしだと思うか。なあ、一つ思いついたことがあるんだが、これって薬を入れておくためのケースだったよな。ええ、空っぽですね。ゼロのやつ、薬を抜き取ったのか。いずれにせよこいつは使えると思う。ちょっと待っててくれ。コースターとペン。バーカウンターにあったんだ。なんか書いてありますね。今俺が書いたんだよ。こちらカルロス、我々 C チームは D チームに投票するので、 D チームは Q チームに、 Q チームは C チームに投票せよ。なるほど、それを首輪のケースに入れてガブを通気口に放てば。運が良ければ Q チームのところへ。そう、うまくいくかね。反対か。ま、リスクがあるわけでもねえし、やるだけやってみたらどうだ。何を投げたんですか。チーズだよ。コースターと同じだ。バーカウンターで見つけた。ならケチャップとピクルスも放り込もうぜ。もしかしたらホットドッグになって戻ってくるかも。
冗談だよ。あと5分か。ガブ、戻ってきませんね。投票だ、カルロス。さっきも言ったが棄権したら。分かってる。なあカルロス、一ついい考えがあるんだが。なんだ。お前さっきガブレターにこう書いてんな。ガブレターって？ガブに託した手紙のことだ。我々 C チームは D チームに投票するので、 D チームは Q チーム、 Q チームは C チームに投票せよ。ああ、だったら何だ。カルロス、 Q チームに投票するんだ。何言ってるんですか、純平君。そんなことしたら Q チームが2票になって。当然 Q チームはアウトだ。もっともガブレターが D チームの元に届いてて、なおかつこちらの指示通りにダイアナが投票してくれたらの話だな。いいかカルロス、よく考えてくれ。誰か6人が死なない限り俺たちはこのシェルターから脱出できない。それがゼロの仕掛けてきたゲーム、ディシジョンゲームのルールなんだ。票を分散させたところで意味はない。そんなことをしたら誰かが死ぬのを先延ばしにするだけだ。純平君、投票の締め切りまであと3分です。さあカルロス、 Q チームに投票しろ。ダメですカルロスさん。Toma una decisión. Tic tac, tic tac. Respetar las normas del juego o jugar para el beneficio de uno mismo. Equipo Q o equipo D. ¿Cuál es la respuesta correcta? O mejor dicho, ¿hay alguna vez una respuesta correcta? Todo es una decisión.Así que... adelante con las consecuencias. Toma una decisión. Tic tac, tic tac. Aquí estamos de nuevo. En fin. Ay, ¿qué pasaría si respetásemos el juego, las normas y las explicaciones? Traición, respeto. Todo es una decisión en esta y en cualquier otra vida. Así que, ¿por qué no echar un vistazo rápido a qué habría pasado si hubiera sido todo un juego justo?
け付けました。カルロスさん、ヒヤヒヤさせないでくださいよ。アカネ、言っとくが、 D チームに投票したからといって票がばらけるとは限らないんだからな。ガブレターが他の2チームに届いてるかどうかは不明だし、仮に届いてたとしても俺たちの指示通りに票を投じてくれたかどうかは分からない。現段階で考えられる可能性は2つ。 D チームの3人が処刑されるか、俺たち C チームが殺されるか。さて、これにて90分の活動時間を終えたことになる。次のゲームに備えてぐっすりと眠るといい。もっとも、票を2票集めたチームが次のゲームに参加することはないが、最後に一つ、君たちは私の指示通りに投票を行ってくれた。そのことに対して褒美をやろう。今回は例外的に記憶消去薬を打たないでおく。したがって、次に目覚めた時、生き残った者たちは自らの決断を悔いることになるだろう。君たちの一票がいずれか1チームの全員を殺したことになるのだから。では良い夢を。Okidoki, pues... Así quedan las cosas. Un happy ending y un posible desenlace trágico y prematuro. Todo dependerá de la decisión de los otros dos equipos. Pero, como salta a la vista, no hay un único camino. Y es que dependiendo de una u otra decisión...Todo cambia. La cosa es... ¿Hasta qué punto? Ahora todo depende de los equipos Q y D y de sus respectivas decisiones. Este juego no ha hecho más que empezar. Y esperemos que no termine antes de lo necesario. Antes de que...Todo tenga una explicación. ¿Qué puedo decir? Hasta la próxima.